はあの、セブだとセブシティの方 の、 あのキャピトルっていうアップタウンの方の、SDK っていう店は美味しいですね。あのガーリックチャーハンとかかなり美味しくて、まあ、あのスペアリーブとかどれを食べても美味しいですよね。フィリピン料理ももちろん美味しいですし、なのでここはおすすめかなと思います。あとまあベトナム料理とかタイ料理だとアヤラモールの中の1階にですね、あの中庭を囲んだところにタイ料理ベトナム料理の店があって、そこも美味しいですね。結構本格的な味で、結構美味しいなと。和食だとやっぱり夢屋喜兵衛ですかね、セブシティにやっぱりあります。ここはあともう本当にお蕎麦とかも本格的で美味しくて、お寿司も美味しいですね。あとまああの観葉園っていうその SDK からそのあれですね、夢屋喜兵衛から近いところですかねにある、観葉園は焼肉がかなり美味しくて、これは日本人にはかなりおすすめですね。いつも教えてます。まあ、SM モールはあの SM シティ7